どうもおはようございます。フジナッツ健でございます。さあ今日はですね、視聴者さんに勧められたそれいけやんというゲームやっていきたいと思います。この A の時点でね、もう面白そう。お、1日1回のログインボーナスを受け取ろう。何がボーナスなんだろう。なるほど、モンスト的に引っ張るんじゃなくて、シュッてこうスライドしたらその力加減で、パンが飛んでいくみたいな、そんな感じっすね。なのでちょっと力の調整結構難しい感じですね。いやちょっと待って、とりあえずあの少年にパンを食わせるってことでしょ。これむずいぞ、かなり。後ろに引っ張っての力、壊れた。あ、アングリーバード的なノリか。アングリーバード的なノリだけども、あいつをやっつけるわけではなくパンを食わすみたいな。いや、近づいたらあんな感じのカットになるのね。だいたい、まあ理解はしたけど、広告多いね。で、このゲーム全然面白くないからね。動画には過去にしたけど。とりあえず、どんなゲームかは分かったけど、一回ちょっとパン食わせたいな。どんな感じでパンを食ってくれるのか。いや。こいつ硬直してんのか。全然動かんやん、これ。自分からパンを食べる気力すらねえんだな。いやー、でもこれマジでちょっと力調整相当むずいぞ。これちょっと慣れるまで時間かかりそうですね。これ上から行くのか。上か、あー、ちょっと多分飛びすぎたな。とにかく、おお、惜しい。いったこんな感じ。なにこれ、アンパンマンのパロディかこれ。なに、あ、新しい顔よ的なノリってこと。はい。どんなゲームかが分かりました。新しいか、アンパンマン以外にこれやっちゃダメなんですけどね。アンパンマン以外、人間の顔が飛んでパン人間出来上がりましたけど、世界観独特ですね。ただ、ゲームとしてこれ面白いぞ、普通に。まあ、分かりました。じゃあ、ちょっとやり込んでいこうと思います。よし、オッケー。さあ、ステージ10まで、おっと、フランスパン来ましたね。ちょっと待って、フランスパンマン出来上がりましたけど、初の。とりあえず、うまい！いや、ちょっと待って、俺うまくなってる、マジで。これで、ね、ただのバカゲーかと思ってやってたんですけど、やればやるだけね、これ、相当難しいっすよ。難易度が相当高いっす。順番とかも考えないと、木くずばっかりだったんですけど、最初木ばっかりだったんですけど、ちょっと鉄のやつとかも出始めて、鉄のやつがあるとですね、なかなか頭いかないんですよね。で、頭、後ろ向きに倒れられると、ボディだと、これ、アンパンマンになってくれないんですよね。ほら、こんな感じなんでね、結構難しいです。ステージ10まで来るのに今、20分ぐらい、かかっておりますね。なかなかちょっと頭を使わないとクリアできないとか、で、相変わらず、おぉ、下からでしたね、これはね。相変わらずやっぱちょっと、なんでしょうね。力加減が相当、お、フランスパン来た。よし、こいつをフランスパンマン。絶妙な距離。こんなもんでどう？こんなもんで、惜しい。もうボディがフランスパンのやつになりゃいいのに、今の。ちょっと待って、もう強すぎる。ちょっと待って、マジでね、これ全然伝わらんと思うけど、めちゃくちゃ力加減が絶妙にむず、むずいです、これ。しゃ、来たー。さあ、もうあとはもうこれ好調だけなんで余裕っすね。いやー、マジでちょっと1個ステージクリアすんのにめちゃくちゃな時間かかりますね、これ。これもしんどそうだなー。多分ですけども、これだと、やっぱそうだよな。下の奥のやつが、ネックですね。こいつ、パン人間たちが妨害してくるから、今のでちょっとずらせたりすればいけたんですけども、ちょっとずらせなかったんで、よーし！露出しろ！顔面が露出すればいけるんですけど、これはもう正直ちょっと無理くせですね。下押す！もう無理ですね。とにかくね、1ステージクリアするごとにガッツポーズできるレベルで、難しくなってます。ですね、皆様、このそれいけやんというゲーム、私、舐めておりました。大変申し訳ございません。
このそれいけやんっていう事態とか、この絵の雰囲気とか、まあぬるいただのバカゲーだと思ってたんですけど、このステージ20だけで今1時間ちょいやってます。現在深夜2時なんですけども、1日で撮れるだろうと思ってたんですけど、これはもう無理っすね。明日もやらんといかんレベルで難しい。10面超えたあたりからもう一ステージ一ステージクリアするごとにガッツポーズできるむずさなんですよ。で、力加減が相変わらず難しいし、これ20面までしかやってない動画見たら、ちょっとおいふざけんなってなるから、これはちょっとね、やっぱ100面目指して頑張ろうかなと思うけど、心が折れそうです。さ、今日も今日とて、それいけやんクリアしていこうと思います。お、ログインボーナスは何だこれ、パン1個もらえるのがログインボーナスなのかこれは。とりあえず、昨日ね、20面まで来て、20面のあまりの難しさに、もう諦めようか、なんだったらボツにしようかと思ったんですけど、やはりですね、このゲームは、生放送でですね、視聴者さんと一緒に、選んだゲームなので、これは、ま、動画化せざるを得ないだろうということでね、あまりの難易度に本当に逃げ出そうかと思ったぐらい、それぐらい難しいです。今回ね、このテコの原理でこう傾くんですけど、傾いたらね、今までパンにしたこの犬たちが容赦なく邪魔をするんですね。あいつらが蓋をするから、まあ超難しいんですよ。チャンス、これはいける、これはいける。マジでどこに置いてもあそこ行くもんね。よし、よっしゃ、マジで嬉しい。これは、いや、ほんでまた21をむずそうな、これ。よしよし、これは、とりあえず今ずらしたんで、これで、校長いければ、OK ですね。校長いければもう、こいつはもう本当にゴールみたいなもんだから、いけ、いけ、転がれ、転がれ、ナイス、マジでナイス、よし、来た、よし、これは、こんなもんミスらんだろう。ゆい、OK! よし、クリ、やったー。とりあえず、節目の30来ましたけど、ここまで来て、なんとなくですけども、激ムズステージと、ちょっとぬるめのステージと、半々みたいな感じですかね。正直、この30はそんなに難しくない。こんなもん、ただ、このゲームの難点はですね、この、動く犬とかを見ながら投げることはできないので、なんとなくこの、体内時計でですね、いやー、くそ、一番上が一番ちょっと難しそうなんで、一番上から狙っていったんですけど、で、一番上狙ってミスってもね、下に落ちるかなと思ったんですけど、まあまあ、とりあえず一番上を残そう。よし、こっち来る。さあ、そして、向こう行く。オッケー、完璧。さあ、捉えた。そして、ラス1。ラス1。こっち来る。向こう行く。そして、この辺。オッケー、完璧だ。お、やった、コングラチュー、30面しかないパターンか。よし、クリアした。いや、ま、何これ、あのコングラチュレーションは何やったんやろ。どういうことやろ。ちなみにですけれども、なんかいろいろキャラクターアンロックされたりで、一番下のやつは、1投目ミスったとかいう時に、課金をすれば、ニューゲームっつってね、また最初からできるっていう、時短ができるよっていうやつですけど、今となってはね、もう、ここまで来たら、それを買う気はなくなりました。ていうか、まあ、全部クリアし終わってから課金するのは、僕のポリシー的にありなんですけども、楽をするための課金はあんまりしたくないですね。なので、これはちょっと課金せずにですね、正々堂々と、途中でミスろうとも最後までちゃんとやっております。本当にね、蓋されて絶対クリアできんやんけっていう時にやる、なんかね、ただただ下に投げて時間を消費するのとかだけでね、多分、このゲーム総プレイのうちの、だいぶな時間を消費してると思うんですけど、で、広告も正々堂々と見ております。これは飛行機乗らずにやる。それが俺の忍道だ。忍者かどうか知らんけど、やっぱりミスった僕が悪いんだよね、それはね。ダメだ、もういクリアできません。これ今ステージ39なんですけども、マジで、若干心が折れました。もうむずすぎてクリアができないです。このゲームの難しさ、本当に皆さんぜひともやっていただきたい。今エリア2の39、エリア4まであるのか。これ 30×4 って考えたら120、
9はもう無理やで、これ本当に。39だけで2時間ぐらい挑戦したけど本当にクリアできなかったです。なのでね、ちょっとこのゲームは本当に面白いんで、おすすめはおすすめです。ただマジでクリアできない。動画史上初のギブアップ。